すごいバラが綺麗でしょこの季節で、一曲バラの歌が私あるんですけど、そのバラの歌がね、私の大好きなこの星の王子様から題材を取った歌なんですよ。で、まあちょっとだけせっかくなんで朗読をしてみようかなと思いました。ちょっと聞いてください。私の好きなシーン。あんたたちは美しいけど、ただ咲いてるだけなんだね。あんたたちのためには死ぬ気になんかなれないよ。そりゃ僕のバラの花も何でもなくそばを通って行く人が見たら、あんたたちと同じ花だと思うかもしれない。だけどあの一輪の花が僕にはあんたたちみんなよりも大切なんだ。だって僕が水をかけた花なんだからね。覆いガラスもかけてやったんだからね。ついたてで風に当たらないようにしてやったんだからね。毛虫を二つ三つは蝶になるように殺さずに置いたけど、殺してやった花なんだからね。不平も聞いてやったし、自慢話も聞いてやったし、黙っているならいるで、時にはどうしたのだろうと聞き耳を立ててやった花なんだからね。僕のものになった花なんだからね。じゃあさよなら、さよならと狐が言いました。さっきの秘密を言おうかね。何？なんでもないことだよ。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。肝心なことは目には見えないと王子様は忘れないように繰り返しました。あんたがあんたのバラの花をとても大切に思ってるのはね、そのバラの花のために暇つぶししたからだよ。人間ってものはこの大切なことを忘れてるんだよ。だけどあんたはこのことを忘れちゃいけない。面倒見た相手にはいつまでも責任があるんだ。守らなきゃならないんだよ。バラの花との約束をね。ここまでしますね。バラの星というか。青空に映える、どんな色が好き、どんな色が綺麗、トゲを身にまとっても、本当は優しいの、君が残してきたあの星のバラが一つ、涙が見える君を思って泣いている、目を閉じてくわ、見えないものを見る方法さ、言葉はいつも言えない、バラのトゲが喉に刺さったみたいに言いたい、
花びらの咲いてる風に吹かれながら太陽が沈む頃一日が終わる8年くらい前なんですけど、結婚を決めるときに、結婚するかもう別れるかだったんですね。究極の選択だったんです。でその時にまあちょっといろいろ向き合わなくっていろいろお互いにあって、で、まあ、私があんまり良くないことをした。でそれがまあ旦那さんに知られた。で、まあ、お互いにあんまり良くないんだけれども、その時にこのバラの花星の王子様を解説してる YouTube を私に見せてくれたんです、彼が。で何何って言ったら、まあ、要は運命の人ってのはいない、運命の人ってのは作るものだ、運命の人というのは、そうやってこう王子様がバラの花にね、丹精込めて覆いをかけてやったり水をか育てたり、そういうふうにこう暇つぶししたからなんだって狐が言いますけど、その人にどれだけ時間をかけたかっていうのが運命の人を作っていくんだ。だから、あ、運命の王子様に会いたいっていうのは、ごめんね、すごいこう夢見る乙女の人もいるかもしれないんですいません、夢をぶっ壊すようなこと言うかもしれませんが、運命の相手というのはどれだけその人に時間をかけて、その人とこう愛を育てていけるかっていうのが、大事になってくるよっていう、そういう話をうちの旦那さんがですねしまして、その時にはあそうって思ってじゃあこれから私と運命の人になっていく意思がございますので、それではそしたらそういうことですのね、では賭けに出てみましょうか。では別れるのはいつでもできるので、ではやってみましょうということで結婚したっていう話です。だからシーンがとても好きなんですね。はい、以上です。ありがとうございます。もしかしたら少しメッセージ的に似てるのかな。人間はどんな環境の中でも何を選ぶか、どう生きるか、それが大事だと私は思います。泥を泳ぐという歌を聴いてください。
仕方ない、okay、とんでもない人間は環境に順応できる生き物なんだ Hey 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 どんなに汚れた顔はだろうがそこに水があるのなら私が琴の葉という歌を歌います。出現する言葉内在することの葉放出される感情沈殿する思い
なぜ人は言葉を全てに知りたがる。傷つけ合うと知っていながら、長ぬくもりを信じてた頃、思いが言葉を超えていた頃、振り回したり振り回されたり、でも言葉がいらない頃もあった。それは欲するほど遠ざかってゆくもの、言葉が裏切り、そして愛する。あなたが何より怖かった、私の魂をたった一月壊しもする、救いもする、光になる闇にもなる、許しもする、罪にもなる、未来の扉開く鍵にもなる。本当言葉一つだなという気がします。叩き落とすことも本当平気でできると思うんですよね。人の足を引っ張ってみたりとか、で言霊って何でしょうねってこうみんなで話し合った時に、意外とこういい言霊のイメージよりもどちらかというと、こんなんしたら本当にこうなっちゃうよみたいな、そういうちょっと割とマイナスイメージな言霊の声を結構聞くことがあって、本当それぐらいこう言葉っていうのはね、人をいっぺんにシュル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 ってこう鎖で縛っちゃうような、そういう威力もある。だけどたった一言ですっごい解放されることもあるしね。どちらを選ぶかはあなたが決めていいんです。じゃあもう私誕生月ということで、やっぱりこれは歌おうかな。言霊の始まりという歌、私がなぜ言霊というものをすごく大事にしているかっていうものをこう書いた歌なんですが、ある幼い頃のエピソードから。でも、まこ、君といた
人間である僕の幼い小さな足跡と子犬である幕の薄い小さな足跡が離れることなんかなかった。あの日突然君がいなくなるまで心身と降り続く雪、ハラハラ落ちる桜花、よきとそびえる入道雲をサクサク枯葉踏み分ける音、僕らは友達だった、同じもの見て同じ音を聞いて、なぜ僕を置いていったの。